今夜は山大、今夜のゲストは山口大学人文学部准教授でいらっしゃいます小林博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて小林先生のご専門分野というのは何になるんでしょうか。ええー、私の専門は文化人類学というものです。うん、まあ文化人類学っていうなかなか私たちも普段聞き慣れないことなんですけれども、特にその中で今夜お話が伺えるのはどういう,ような。 そうですね。今夜話していくのは、はい、えっと。文化人類学の私の調査地である中国のことと。うん、あと、その文化人類学っていう。その研究分野の研究方法について、お話ししたいと思ってます。わ、はい、かりました。では、この後、ゆっくり、よろしくお願いいたします。あのお目にかかって、すぐに気になったのが。 小林先生のの本日の入れ立ち <laughs> 上は普通にあのシャツを着てるシャツというか解禁シャツを着てらっしゃるんですけどあの下が非常に素敵な柄の布をまとってらっしゃるというかそうですね、はい、これはあの今年は山口大学はふ、はい、普段のクールビズじゃなくて、うん、あのスーパークールビズということなので、うん、今年はちょっと, <laughs> あの、えー、と南アジアのですね民族衣装を授業、はい できたりとか8月入ってからですかね、うん、7月終わりから、うん、はいしてますロンジーというやつですミャンマーではロンジーというらしいですこ、うん、れはあの男性の方がかれるというかつけられるものになるんですかそうです、ね、男性も女性もあるんですけども、うん、私が今、えー、と巻いてるのは男性の巻き方のやつですね、はいろいろあるんでしょうね、はい、いや涼しいですか そうですねズボンよりもあ<っ>あの風通しがよくて、ね、涼しいででですすすねねねそそれならもうまさにぴったりですよ、ね、う一応これはあのちょっとふざけた格好に見えるかもしれないですけども、えー、南アジアではあの清掃なので、えー、あのお寺に入る時も、はい、あのこのような格好であの入るようにと言われている格好です一応、えーまああの。ご専門がご専門だけに大学でそういうふうにあの歩かれてても別に何もおかしくはくそうですね ね、でもあの街中で歩,か<え>歩いてるとたまにあの振り向かれたりしてりか <laughs> あの驚かれたりして<笑><笑>お母さんあの人は男の人女の人は何だかとそすか <laughs> にれ <laughs> それはあのこちらが慣れないといとけませんね <laughs> 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 それをさておいて、えー、今夜お話を伺うということなんですが先ほどご専門である中国の話ということだったんですが、はい、<laughs> 特に先生が専門にテーマを持って 研究なさってるのは中国ということなんですか。そうですね。えっと中国も結構広くてですね、まあ十数億人口がいるって言われてます。はい。その中に55の少数民族がいるんですが、まあその少数民族は55で約10%の人口なんですけれども、9割を占めるのがあの漢民族ですね。はあの漢民族っていう方々です。で漢民族って言っても、まああの。 その10億人ぐらいいますのでもうかなりこう多様性に満ちているわけです <laughs>、はい、だから上海の人と北京の人と広、うん、州の人と会話が通じないなんてこともよく言われますがそ,す、ね、その多様性のあるその中国の漢民族の中で私が調査しているのはですね八カ、うんうん、と言われている日本語だと八カっていうんですけども八カ、はいえー、という人たちを調査している形になります。発火という まあ、今、はっかと言葉で言われたので、はい、私なんか、今頭の中で、あの、カタカナで。をか浮かんだんですけど。はい。と。この国ではどう。あ,あ、えっ、ー、と、はっかっていうのはですね、えっと、漢字で書くと、うん、客の家と書いて、はっかとなります。なるほど。はい。それは、どういった意味を持っているんですか。えっと、意味としてはですね、もともとは、よそ者っていう意味でして。うん えーと異動民ですね、えー、と伝説としてはですけども、まあ、これは一部で否定されてはいるんですけども伝承としては昔あの北方の方からえーと南の方へ戦争を逃げるために来たあのエスニックグループ民族集団というふうに言われております。なのでもともと住んでた人から発火発火「ハッカあ客人客人」と言われてそれが民族名称になったと。 いうような人々です。はい。で、そういった方をこういろいろとあの調査してらっしゃるかと思うんですけれども、特徴とか何かそういったものっていうのはあるんですか。そうですね。まあ一番まあわかりやすいのはハッカ語でしょうかね。うん、あ、言葉も違うんですね。全く違いますね。<ー>なんか例えばえっ、ー、とハッカって日本語で言いますけども、うん、まあ中国語だとクジャですね。うん 発火後もまたですね、うん、ま台湾の発火と福建の発火と関東の発火とで、うん、まあものすごく細分化されていまして文化人類学だとフィールドワークっていうものをこう長期間にわたって2年とか3年とか住んでやるんですけども。うんうん 私はまず半年ぐらい最初の言葉を覚えるだけでも半年ぐらいかかるような感じでした八火後ですね違うのは言葉だけではなくまだその他にもいろいろとそうですね一番日本の方々にとって有名なのはドローという建物がありましてこれは2008年の7月ですね世界文化遺産に登録されているんですけれども あの直径60メートルとかまあ大きいのだと100メートルいくかもしれませんけれども、うん、えと円形とかあの方形ですね四角い形の、うん、え土でできた楼郭ですね土の楼郭と書いて土楼というんですけれども、はい、そういう巨大な集合住宅にまあ住んでおります、うん、一部の八幡はですね。現在もとということですかえと現在私が調査した時はそうだったんですけれども、うん、ちょっと観光化が進んで。うん 今はちょっと観光地になっているかなっていう気はしますがまだ,未だに住んでもそのあの先生が興味を持たれて今現在研究なさっている中で特に力を入れてなさっていることっていうのは あそうですね私は特にあの親族と、はい、その土についての関係が興味があってですねどういうふうにドローが維持されてっててああ見えてああ見えてといってもまあイメージが分けにくいかもしれませんけれども500年ぐらい,こうい保,存保存されているというか。あの 伝承によればですね、ええー、住み続けられてるんですけども、<ー>まあ、それが継承されて、さらに再生されていく。っていう形を。うん、まあ、調査しているっていう感じですね。で、その中で。先生の中では、こう、はっきりと見えてきたものっていうか。これだって言ったものか。そうですね。えっ、ー、と、まあ、泥。とか、あの親族って、あの分裂するときにですね。うん、まあ、あの。えー 例えば一族の中の一部が分裂するというような形で捉えられがちだったんですけどもまあ土呂から見るとそうではなくてですね一族のすべての系譜からえ資産とか労働力が出されてえ一族がコピーされる形でえ複製されていくっていうのが見えてきたわけです。なのでででしょうう人間ががドドロロを作ってていいるよ まあ人間集団をさらにその作り上げるという、うん、まあその建築物と人間との相互関係がですね、うん、見えてくるという感じです。うん、なるほど。あ今もまだ先生続けていらっしゃるわけですよね。そうですね。エドロは、うん、えっと最近はちょっとコロナの影響もあっていけないですけれども、うん、発火の人とはずっと関わりを続けております。はい、人はどうなんでしょう。 その人柄というかなんか独特な,あのなんて言うんですかね民族のなんかこう性格だったりとかあなるほど特徴だったりとかそうですね私から見ればやっぱりその、まあ、山口も山の中にありますけれども土牢、うん、っていう建物とか私が調査しているハッカーの人たちハッカーもいろんなハッカーがいるので、うん、一概には言,われない言えないんですけれども、うん、山の民なので。うん まあちょっと恥ずかしがり屋だったりするところもあって、うん、一般的な漢族の人とはちょっと雰囲気違うかなっていうのもありますし、うん、あと発音がですね、はい、なんかちょっと山の民っぽいなんか発音なので <laughs> ちょっとなんか <laughs> なんかちょっとなんかなんでしょうね、うん、やっぱりその泥臭いというか、うん、そんな雰囲気でなんかやっぱり野武士のような感じの音に聞こえるかもしれないですねうん、うん、なんか会話を聞いてても。うんうん あの外から来た例えば先生が入っていらした時の受け入れというか、それはすんなり受け止めてくれたって感じですか。そうですね。えっと一般的に文化人類学はフィールドワークを長期間行うんですけども、うん、私はそんな長くなくて一年半とか二年ぐらいそこに住み続けたわけですが、まあ、うんうんうん、中国の場合はうん調査ビザっていうのがなくて、そのためにあの一回阿莫イ大学って

はまだ一緒に。あ、まあ、えっと、ドロドローにですかね。うん、これもなかなか難しい問題でして。あ,あ,ね、あの、フィールドワークって、うん、まあ、チームでやることもあるんですけれども。うんうん、基本一人で行うんですよ。な,すね、なぜかというと、うん、まあ、私の解釈ですけれども、うん、文化人類学のフィールドワークって。一番弱い立場で行くっていうのが。大事かなと思っております。はあ、やっぱり、二人三人とかチームで来ると、向こうは警戒しますし。ええ 彼らの本当の姿って見れないのでうん、うん、一番弱くていつ,いつ殺されてもおかしくないような <laughs> 例えばですけども <laughs>、ええ、それほど弱い存在でやっぱ入り込むというかい、うん、させてもらうっていうのが、うん、まあ基本かなと思っていていい、うん、いつも行く時はだた一人ですね一人で行けばでもやはりこう集中も一人に来るので。 仲良くなれれば、めちゃくちゃ仲良くなれるし。そうですね、ね<え>うまあ、ご苦労もたくさんあると思いますけど、ね。あねはい、<laughs> じゃ、この話は一曲挟んでと思いますが。えー、本日お持ちいただいた曲ですが、一曲目は何を。一曲目は、えっ、ー、と、バッハのシャコンヌっていう曲ですね。はい、これ、どうしてですか。これ、私があの、バイオリンを。まあ、あの、好きで弾いてるってこともありますし。あと、その、バッハが。やっぱり、はい。 最近特に好きってですね <laughs> そです。<laughs> そうですね、はい。あの夫夫のことを考えるとやっぱりバッハにきつくんじゃないかっていうのを最近特に感じていて、あ,<ー>あの特にあのヤッシャハイフェッツっていうバイオリン弾きがいるんですけど、うんはい、その人のシャコンヌが好きなので、うん、今日はそれを持ってきました。はい。ではすいませんタイトルコールお願いして、はい、よろしいですか。えー、ヤッシャハイフェッツの演奏でバッハのシャコンヌ。 先生曲をかけていただきました「バッハがお好き」ということなんですけれども実は先生からお目にかかる前に少し資料をいただいて拝見したんですけれども、はい、そのご専門であるこの文化人類学のこともさることながらその要所要所に音楽が書いてあるんです音楽の用語といいましょうか。<ー>これれがととてもも不思議だったんですけど音楽と そのご自身の、まあ、なんて言うんでしょうね日頃の研究とかそういったことにこれっていうのはどこかこう共通点とか。あっ俺はもともとそういうふうに考えて研究をしてきたわけじゃないんですけれども、はい、最近なんか後付けっていう感じじゃないですけども、うん、なんか意外と重なるなっていうこともあったりとかですねあと今回ラジオ収録ということで。うんうん なんかあの好きな曲かけられるということで、はい、あの音楽と絡めてなんかお話できたらいいかなと思って、はい、今回はちょっと音楽とか音に寄せてですね<あ>、えっとお話をできたらなと思っておりました。はい。ちなみにその先生の中にある音楽とご自身との研究とこのなんかこう共通する部分とか、そうですね。っていうのはどんなことがあります,す、ね？あ、これは最近特に感じていることなんですけれども、うん、なんか。 皆さん、あの大学で研究しているって言うと、うん、自然科学をイメージしていることが多分多いと思うんですね。うん、要するに、自然科学っていうのは、なんでしょうね、えー。いわゆる科学的と世間的に言われてることだと思うんです。はい、で私が調査対象としているのは、うん、福建省、中国の福建省の。ある親族集団の、うん、まあ、動態的な動きだったりするので。うん、まあ、ある人、その、なんでしょう、自然科学から見ると。うん すごく曖でも、うん、この違いって何だろうってこう思いながら考えた時にすごくあの音階の作りでですね、はい、あのピアノの平均率的な音の作り方とバ、うん、イオリンの純正率的な音の作り方の対比に似てるなっていうふうに思ったんですね。うん、なるほど自然科学はどちらかというと平均率的な音の作り方ですね。えーうん 平均に過な音の作り方だと、えっ、ー、とドリミファソラシドのそのどっから高い一オクターブ先のドまでを十二乗根でこう、うん、はい、こうかけていくで平均的にこう音を作ってるんですけども、うんはい、それっていうのは本当に耳を澄まして聞くと不協和音が入ってる音階な、うん、ですね。はい、<laughs> でバイオリンとかの音っていうのはえっと純正率で作るので、あの。 ものすごく綺麗な倍の振幅で音が鳴るんです、うん、ですがそっちにも問題があってなんか転調したりですね、うん、あの高い音にまで行ったり低い音にまで行ったりするとすごくズレが出てくるんですね、うん、要するにすごい限られた音域の範囲だったら、うん、ピッチの範囲だったら、えー、きれいな和音になるんですけども、うん、離れれば離れるほどっていう感じの違いがあります。誰が鳴らしてももどういううい場面でもこう 綺麗になるピアノだけどちょっとずつ、えー、雑音が混じってるっていう,、はい、いうふうに私は自然過去を見ているっていうわけじゃないですけども <laughs> まあそういうふうな部分と、まあ、その場でしかない正解だけれども、うん、その場では完全なる正解が出るその民族知識の世界、まあ、私が調査しているフィールドの世界っていうのはすごく対比的で、まあ、音楽とか音階でいうとそういう対比なのかなと思って最近ですね、うん、あの 音楽を聞いたりそうですかいやいや音楽とそういったものとこう何て言うんだろう対比できるっていうかそれはすごい素敵なことだなと思って今お話を伺っててです,ですがそのお話をされている時の表情も,あそうもう非常にいやどこまで伝わるんだろうと思いながら <laughs> いやいやなんか分かりますなるほどですね。 先生これって先ほどもお一人でっておっしゃってたじゃないですか、はい、研究される上で、はい、あでこういう研究っていうのは基本的にじゃあそうですねフィールドに入る時は、うん、まあ基本的に一人が多いかなって思います。うんうん、例えば 山口大学のことを調査するって言って100人の調査団が来てもちょっと身構えてしまったり本音を言えなかったり普段の生活出せなかったりするわけですよねでも一人で弱い立場で来るとやっぱりこっちも本音で話したり弱いからあれこれやってあげようと思ったりするので日そはするあそれこそ和音の響きの中に一人だと自然にこう溶き込むこともできる集団だとそれを邪魔してしまうかもしれないって感じですど。 それもちょっと共通の部分っていうのがあるのかなってちょっと今ふと思ったんですけどあそうかもしれませんね、うん、確かに一人の方がその現場で鳴ってる音階に合わせやすいのかもしれないですけどね,そ,うですねその場その場でやっぱりその、うん、例えば音の中心となるのは大体 440Hz の「ら」の音ってされてるんですけども現場ってもっと442だったり。<laughs> だったり <laughs> で実際フィールドに入ると、うん、まあ常にこう正解が揺れ動,かすの揺れ動くので、うん、その場その場で自分の振幅をこの夫に対する1.5倍というような形でですね調整しながらあの調査をしてた気がします。ねうん、ということはものいわゆる周りの雰囲気とかそういったものにも常にこう気を配りながらどの,あの立場で どうやってここに溶け込んだらっていうのことはもう常に頭の中で考えてらっしゃる感じそうですね。で彼らもその場その場で例えばコロナが起きたりとか、うん、えなんか一族で大きな事件が起きたりするとチューニングし始めるんですね、うんうん、でどういうふうに彼らがチューニングするかっていうのをまあ記録して、うん、まあそれはまあ一つのなんでしょうね民族知識、まあ、人類の財産じゃないですけども、うん、<laughs> まあそれが 汎用性ががななないいいんんですけども一つつ一つ集めててくっていうのが私のの私仕事の一つなんじゃないかなと思ってらその世界中にはさまざまな人種というか皆さんいらっしゃる中でそういったことを考えながらこう共通点とかを見いだしていけばまた理解していけば争い事とかそんなこともなんか自然になくなっていくんじゃないかなって今先生のお話を伺いながらそんな気がしたんですね。<laughs> そうですね。まあ、普遍性は求めてないんですけども。なん何でしょうね。ええー、普遍性に連ながるなんでしょう。う一つ一つの事例がですね。まあ、豊かさにつながっていくんじゃないかなと思ってます。うん、今、大学では学生たちには、の中には、例えば、別のことを研究なさってる。そうですね。大学の場合は、ね、大学の卒業生とかは。うん、全く、その中国のことじゃなくて、うん、山口市内の、例えば、えっ、ー、と。 なんでしょう捨て猫問題とかですね。そ,ちらもそうですね。幅が広いんだ。やいやあの事例は事例はなでもこうえ靴作り職人のところに行く人もいますし、<ー>はい。そういうことですね。はい。まあ自分のテーマを決めてもらって<え>方法論としてはですね、<え>あの文化人類学的にやってもらうっていう形になってます。わかりました。じゃあもう何かに興味のある学生たちにはぜひ。 そこをまず経験してもらって。そうですね。そこから広がっていってほしいところですね。はい、いやまだまだ先生お話を伺いたいんですけれども、もう時間が来てしまって。でもなんか初めてでしたけれども、すごく興味を持てました。ありがとうございます。で最後にじゃあ、あの持ちいただいた曲、はい、最後の曲をお願いします。はい。えー、坂本龍一さんの。アシンクからアンダータこれはどうして。これはですね。うん えと坂本龍一さんのほぼ最後の方の作品なんですけどもものすすごく余白が多いんで,すでその余白がそのやっぱり魅力というかやっぱり毎回毎回そこで鳴る音楽雑音がその作品の中に組み込まれていくっていうことでまあそのフィールドじゃないですけども毎回正解が変わる毎回音楽が変わる景色が変わるっていう意味で余白をうまく音楽として 完成度高く表現しているなと思ったからですねそれでは音楽を聞きながらお別れしたいと思います <laughs> 本日はありがとうございましたありがとうございました